郷さん、テーマの発表お願いします。はい、牧クロード容疑者傷害容疑で逮捕。今月6日、俳優の牧クロード容疑者が交際相手の20代の女性に暴力を振るい怪我を負わせたとして傷害容疑で逮捕されました。女性は警察に足を蹴られたり頭を叩かれたりしたと供述。一方、牧容疑者は大筋で容疑を認めながら蹴っていないと供述しています。さあ、郷さん、牧クロードさんは取材をずっとされてこられた。何度か取材したりとか、一緒にイベントやったりとか、まあ、交流はいろいろありまして、まあ、だからまあ基本ファンっていうスタンスで話しますけど、まあ、なんだろうな、昔からこういうことの多い人ではあって、まあ、今回ワイドショーとかでも過去のスキャンダル結構出てるじゃないですか。93年にあの婚約者にちょっと暴力振るったみたいな、ありましたね。クリスさんってあのムーンライダースのプロデュースで素晴らしいシングルを子供の時に出してた CD 出した人なんですけど、その人とのトラブルがあったりとかで、その辺のトラブルの裏側について僕インタビューしたことあるんですよ。でそのあたりのこと今回のワイドショーで全然触れられてないから、ちょっと話そうと思ってて、郷さんの本ですね。そうです、それは僕の人間心という本のパート1に出てるんですけど、今回も出てたんですよ。女性のレポーターに追いかけ回されて、でカメラマンになんだてめえみたいに絡んでいくっていう、はい、スリリングな映像だったんですけど、あの裏話、ですね、事務所が記者会見やりなさいとか言ってきて、はい、とある局に連れてかれて部屋で待たされてたら、プロデューサーが来て、牧さんの気持ちもよくわかりますとか言うから、てめえに何がわかるんだよって馬乗りでぶん殴ってっていう、ね、会見の直前にっていうね、それでセキュリティ来ちゃったけど、本当社交辞令のやつで、俺男として俺に嘘言ってあいつにはすげえ頭きたいみたいな感じで、でその時の評判があったんですよ。ですね、男のレポーターだと喧嘩になるから、局側が女性レポーターに健康保険証持参で取材に行かせてたって当時報道されてたんですよ。なら安全だろうっていう、だから今度はカメラマンを狙って去っていったんですよ。でも牧さんもその辺はよく分かっていて、そうですそうです、うん、まあ、そういうビビってんなら来んなよこの野郎みたいな感じでそういうことをまあ、ね、言われてる人です基本。なるほど。で、まあ、当時はだから芸能界のど真ん中にいた人がそういうことやったんで、まあそれは叩かれますよっていう、って感じだったんですけどね。で、なんだったっけな、あんで僕がでその後、まあ、芸能界の中枢からいなくなって、まあ、スキャンダルで叩かれたり禁止にしたり海外行ったりとか でその後で、まあ、インタビューの、まあ、なんだろうな、言葉のセンスが面白いんで、コラムニスト的な方向でちょっとプチブレイクしたんですよ。で本が出て、あ、本当だ、2008年に、ブラックブッククロード独白って本が出た時に、発売記念イベントの司会に僕が呼ばれたんですよ。あ、そうですか。で、あ、全然喜んでって言ったんですけど、出版社側が下手な煽り方したんですよ。かなり各方面に喧嘩売ってる本なんで、その書店に襲撃予告が来たとの噂もあるみたいな煽り方をしたら、本当は別にないんだろうけど、まあ、そうやって盛り上げようとしたんだと思うんですよ。その結果、襲撃予告があるとこなんか行けるかってことになって、当日来るかどうか分かんないって言われて、当日ですよ、直前に、牧さん自身が、牧クロードさんが、で僕が司会で言いますよ。で僕のファンも来てますけど、大半は牧クロードさんのファンのアウトローな方々での前で、来るかどうか分かんないまま僕がイベント引っ張るっていう地獄のようなあ、そうですか。大変でしたよ。で担当編集だったらまだ話し続いてるんですけど、担当編集は連絡係で下にいなきゃいけないみたいな感じでビルの、僕はよく知らない編集者と探り探り会話して、アウトローがピリピリしてる前で、35分ぐらい過ぎたところで屈強な、あのボディーガードがなんか的な人間を連れて現れて、そこからドカンドカン笑い取っていいイベントにはなったんですけど、まあ、そういうような方ですという、どう捉えればいいんでしょうかね。もう犯罪は犯罪ですね。犯罪ですね、まあ、でもともとなんだろうな、で最近そのサーフィンとかやってる流れでどんどん、まあ、ナチュラリストになって、パソコンとかネットとか携帯とか、まあ、そういうものが基本大嫌いな人なんですよ。で携帯電話で写真撮られてのトラブルも過去にあって、まあ、それはちょっと本人にも聞いたら、あれはちょっと ある意味罠みたいなもので、ああやって怒らせて金取ろうとしてたんだみたいな、まあ、ご本人はそう言ってたんですけど、っていうのを踏まえると、まあ、その携帯いじってて切れたみたいな話なんで、まあ、流れとしては分かるって感じなんですよね。なんか実績がすごくある方だと思うから、もったいないなって思うんですよ。で俳優としてものすごい才能があります。そうですよね。なのになんかすごくその実績がなんとなくこうワイドショーのイメージで悪くなっちゃってて、まあね、まあ、でもやったものはやったとしてね、まあ、きちんと認めてもらって、
まあ、個人的には堀さんの前でこの話をするやってないものはやってないです、ね、僕の場合は全く別ですから、ね、全く別ですよね。いや本当に報道被害というか、違いますっていう話ですから、うんうん、牧さんはある程度やったけども、うん、そうそうそう決定はいないっていう。いやいや、もう郷さんの愛情を感じます本当に。ありがとうございます。本日のオピニオンクロスは以上とさせていただきます。